皆さん携帯電話切ってますか？携帯電話切ってますか？僕も今切りました。なぜならたこ焼きの注文が入ったらまずいからです。ごめんね、今日テレックス出てるからたこ焼き焼けないんで明日来てねって言わないといけないんですからね。たこ焼きやってるといろんなお客さんが来て、いろんな立場の人が来ます。たまに来る人でちょっと面白い人がいて、お店があって駐車場がだいたいこの辺にあるんですけど、駐車場で車を止めて降りて革ジャンを着て店にやってきて、たこ焼き一人前お願いしますって言って革ジャン脱ぐ人がいるんですよ。ちょっと面白いなと思って、でその人となんかで運動会の話になったんですよね。で運動会行ってやっぱり子供の前でお父さんってかっこよくありたいんですよ。今なんかその辺でちょっと大きくうなずいた人いましたね。気持ちわかります。今度飲みに行きましょう。ほんで子供の前ではやっぱりカッコつけたいんですけど、そこで何を血迷ったか200メートル走とかにエントリーしちゃうんですよ。もうね、最後の50メートルなんてそれが50キロに感じるぐらいもう足が動かない。それでね、その革ジャンのイケメンのお兄ちゃんに、いやー走れなかったよと、もう体がついてこなくてねこの年になるとっていう話をしたら、そのお兄ちゃんが、いやーわかるけど仏教的にはちょっと違うんだよねその考え方。仏教的？イケメンのお兄ちゃん仏教言ったよと思って、そしたらそのお兄ちゃんが教えてくれました。仏教ではついていけない体、つまり精神はもう 200m 走ってるんですよ。でも体は 150m で止まってるんですよ。じゃなくて 150m で母言ってもう足が止まっちゃう体についていけてない精神だよって言うんですよ。お、なるほど面白いねっていう話して、でもじゃあなんで仏教なのっていう話をしてたら、その人が、普段の格好は革ジャンだけど車の中に包衣が入ってたんです。包衣わかります？お坊さんのちゃんとした格好、あのお坊さんが法事の帰りにたこ焼き食べに寄ってたっていうのが、たこ焼きやってるとわからないんで、おーすげえななんて話してたんですけど、ちょっと困ったことが起きまして、お父さん格好つけないといけないんですけど、彼10歳、名前はコウと言います。皆さん10歳の頃、10歳を経験してない人はもういないですね。10歳の頃思い出してみてください。何かに夢中になってたことあると思うんですよ。そうですね、僕の世代とかだと、ちなみに僕は三国志っていう漫画に夢中になってました。なんかいろいろあると思うんですけど、彼は今夢中になっていることがあります。さて何でしょう。正解、正解です。もう言わなくていいです。正解です。彼が夢中になってるのは今サッカーです。そこでサッカー教えてくれってお父さんって言うんですよね。任しとけと。お前が10歳でしょ、まだこの世に生まれて10年でしょ。でもね、俺ね、お前が生まれる10年前から J リーグ見てるからね。フリューゲルス知ってるからねって言って、じゃあ教えてあげるよって言ったんですけど、ちょっとごろかしく、こうやってやるんだよ。僕大事なことを忘れてたんです。僕ねブラスバンド部出身なんですよ。やったことねえやと思って、でもお父さん強がらないといけないから、まあライセンス取って一応サッカー教えることにしたんですね。よし行こうか。こんな風にして教える人が多いんですよ。リフティングをじゃあやってください。5回。おーい、嬉しいね。じゃあちょっと10回やってみよう。8、9、10、 OK。 多分こういう感じで物事を教える人が多いと思うんですけど、5回できたら10回、10回できたら20回、30回、50回、100回、150回、200回って感じでだん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 増やしていく。でも子供ってやっぱ飽きるんですよね。飽きてきてもういいじゃんと、もうしんどい、今日はやりたくない、宿題もしないといけないし、時間割はまだしてないけどねみたいな感じになってくると、強烈なライバルが現れます。それが ゲームってやっぱりすごいんですよ。やっぱり宿題も彼が言ったんですよ、サッカー教えてくれって。で僕ブラスバンド部出身なのにライセンス取りに行ったんですよ。
なのにゲームしたいって言うんですよ。勝てないんですよねゲームに。で、なんとかしてサッカーやろうぜっていう風に言ってたんですけど、どうしてもゲームしちゃうんで、ちょっと僕もゲームやってみたんですよ、このスマートフォンにアプリ入れて。そしたらちょっと分かったんです、ゲームってこういう構造になってる、だから子供はハマる。じゃあそのハマる仕組みを応用してサッカーを教えたらどうなるだろうということでやってみたのがこんな感じ。じゃあインステップ、もうちょっとここやからね、もうちょっとちゃんと当てよう、ちゃんと当てよう、大丈夫、みんなおにぎりやと思ったらいい。もうちょいやな、ミートしてほしい、リフティングでミートして5回でいいから、ちゃんと無回転でミートするっていうのだけ意識、5回だけやってくれる。そうそうそう、おっと、もう一回やっとく、大丈夫、そうそうそう、オッケーオッケーオッケー、そこで当てる、そこで当てる、よしやってみよう、大丈夫、かなり強いね。ありがとう。こんな感じで今やったことはリフティングの練習、インステップキックの練習をただ混ぜただけなんです。ただ混ぜただけなんだけど、それが結果的にこういうふうにすぐに反映されるという形をメニューとして入れてみました。よし、じゃあここ帰ろうか。ありがとうございました。ゲームの本質って何かっていうと、僕もやってみたんですよ。やってみたら主人公が敵を倒すっていう、敵を倒して姫を助けるっていうゲームやったんですけど、最初主人公が敵を倒すんですね、弱いんですよその敵が。そして倒すと経験値がもらえて自分のレベル上がるんですよ。で自分のレベル上がると強い敵が現れて、そいつ倒すんですよ。そいつ倒すとまたレベル上がって、で最後ボスをやっつけて姫を救出するみたいなゲームだったんですけど、ゲームって時間かけて費やしたらその努力が必ず報われるようになってるんです。だからゲームって面白いんですよ。そのスパンがすごい短いんです。努力する、すぐ反映される、うわー気持ちいい、だから努力する、反映される、うわー気持ちいい、好きってなっちゃうんですよ。だから僕サッカー負けるなと思って同じ仕組みを取り入れたわけです。ものを教えるって多分そういうことになっていくんじゃないかっていう話です。そもそも世界の富っていうのはまず農業の時代がありました。商業というか農業というか、インドで胡椒を調達してイギリスに持って行ったらめっちゃ売れた、儲かったとか、みかんを嵐の中和歌山から江戸まで運んだ、儲かったとか、アービトラージ、差益が富だった時代があるんですね。でその後産業革命が起こって工業の時代がやってきます。工業って何しますか、いろんなとこから原材料を調達します。調達して集めて工場で加工して出来上がった製品が売れます。付加価値が富ですという時代があって、農業の時代は当たり前ですけどイギリスで売る、インドで調達する、じゃあイギリスとインドの言葉を覚えないといけないよね、それをメモできるように書けないといけないよね、計算できないといけないよね、読み書きそろばんなんですよ。読み書きそろばんって寺子屋じゃないですか。寺子屋って皆さん寺子屋行ったことない人が多いと思いますけど、僕ももちろんないですけど、こんな風にして座ってないんですよ。あるものはちゃぶ台にこっち向いて座って、あるものはそいつと向かい合わせで座って、あるものは壁に向いて一人で勉強したりっていうことをやりながら、出来上がったら先生ここで待ってるんですよね。先生のところに持ってきてできましたよっていうふうにやってた。それが読み書きそろばんの寺子屋の、アーキテクチャで、工業の時代はさっき申し上げたように工場があって、そこで安定的に加工してっていう、その労働力を供給しないといけないです。ということは大事になってくるのは、みんなが一律にこんな感じ、まあまあこれはちょっとすごいですけど、こんな感じで一律にみんな座って、一斉に先生の方向いて、知ってる先生と知らない生徒があって、その持ってる知識をそのタイミング、同じタイミングで同時にポンと提供することができる。すると知らなかった生徒がその情報や知識の非対称を埋めることができる。そしてその埋めたかどうかを確認するのが試験なんですね。
っていうふうにして教えるというものも実は歴史があった。で、今ポスト工業時代、工業の次の時代なんだろうっていうところかなってます。で、まあまあ見えてるように今の富の象徴はイノベーションです。中にあるものはすでにある、でも組み合わせ方、優先順位の付け方、再構築の仕方によって新しい価値というものが生まれて、その新しい価値は皆さんの生活をちょっと破壊して、ちょっと進化させて、ちょっと変化させて、その価値というものは皆に認められるっていう時代が今来てます。で、今その時代が来て、じゃあイノベーションってどうやったら教えれんだよ、これお父さんちょっと考えるんですよ。イノベーションってこれ作った人は絶対デジタル好きなんですよ。で、他でも何でもそうです。イノベーションっていうのが至る所に起きてて、で至る所に起きてるイノベーションを起こしたやつってそれが好きなやつなんです。なのでどうにかして彼にはサッカーを好きにさせたいんです。普通サッカーを教える人はサッカー上手くしたいんですよ。でも違う、サッカーを好きになれば上手くなる、上手くなるのは好きになるためだっていうふうに教え方を変えてるというのがお父さん、これ唯一の痩せ我慢。今日はお父さんの話したけど、実はお母さんの日ですよね。お母さんの日です。お父さんっていうのは痩せ我慢を使ってなんとかいい環境、アーキテクチャを作ろうとする。お母さんはアーキテクチャ、家庭とか、そういうもののアーキテクチャを使ってお父さんに痩せ我慢をさせに来るんですよ。この両輪がなんとか回って、それが子供に伝わればなんとか教育、まあ、まあ家庭に関してはですけど、家庭に関してはなんとかなるかなというふうに思ってるんですね。ちょっと楽観的に思ってるんです。別に100点取らなくていいとかはないですよ。それは100点取ってほしいし、ちゃんと遅刻も欠席もないように言ってほしいし、宿題もちゃんとやってほしいし、前の日の夜にちゃんと時間終わりをきれいにやって、机もきれいにしててほしいけども、もっと大事なことが多分ある。それは夢中になるとか好きになるとか、もうこれやってたらもう他はもう何もいらないとか、そういうことが10歳ぐらいの時皆さんもあったと思うけど、それを忘れさせへんために今どうやって身につけさせるかなんですよ。そっから先はなんとかなる、なんとかなる、心にどうやって火を灯すか、そこを考えて、今日も喋りに行きました。なんとか、まあ、まあ皆さんが何に夢中になってるか分かんないし、夢中になってるものを忘れてるかも分かんないですけど、ちょっと思い出して、ほんでちょっと上手くなったらもっと好きになるから、ちょっと好きかもしれないことはちょっと上手くなりましょう。そしたら多分もっと燃えてくるものがあると思います。どうも。